だってでも今日ほら崎山と回ってるとなんかいいんですよね。持ち上げてくれるのもあるし、まあ過去ね、今年関東グランドで優勝した時も崎山と一緒で、で小松で優勝した時も8年ぶりに、それも最終組で一緒で、なんか集まるとなんかいいですね。わかんないですけど、まあ、だから今日なんかもしかしたら今日もいいんじゃないかなって自分で思いながらやってたから、まあ、でまああのまあ倉本さんも。でずっとこう、もう10番があって不安だったし、最後までボギボギしちゃったんですけど、まあ、ずっとこう、あと横山さんもね、ずっとアンダーパー、3アンダー、最後ちょっとボギーとかあったんで、あれですけど、まあみんなこう、崎山もアンダーパーでフィニッシュですしね、うちの組全員アンダーパーだったのかな、だからなんかそういうちょっといい雰囲気でね、はい、あの回れたんで、本当に良かったですね。たまたま僕はこう、一つ二つ抜け出しただけで、まあ、本当にみんながいいプレーしてたんで、はい、結構みんな、でみんな結構ね、俺より近かったんですよ、みんなバディパット、うん、俺パターがいいから、男でそれでなんかすこすこ、俺の方が一番良かっただけですね、多分崎山もね、3パット3回ぐらいやってんじゃないかな、あれバディチャンスから、だからね、そういうのも本当に、まあ僕はそういうとこ1パットだったり、2パットだったりなんで、まあそういうのをラッキーに出したからね、はい、そんなないですけど、まあ明日もまあ、いいプレーしたいですね。今日ちょっとノーボギー目指したんですけど、ちょっとアプローチ失敗してワンボギーしちゃったんですけどね。まあ、明日もノーボギー目指して、はい、プレーしたいと思います。はい。